本日は68という数字が導く歴史の奇妙な共通点のお話です。20世紀の2つの世界大戦には奇妙な共通点があります。まず、第一次世界大戦が始まったのは1914年 7月28日ですが、この西暦の4桁を19と14に分けて19たす14たす7月の7たす日にちの28を足していくと68になります。さらに、 第二次世界大戦の開戦日の1939年9月1日も同じように足していくと19たす39たす9たす1でこちらも68になります不思議ですよね さらに、これだけではなく、この法則でいくと、もう第三次世界大戦は始まっているかもしれないのです。というのは、今年初めのロシアによるウクライナ侵攻 これが開始されたのは2022年の2月24日ですがこれも同じように足していくと20たす22たす2たす24でなんと2つの世界大戦と同じ68になりますもしかしたら遠い将来 この日が第3次世界大戦の始まりの日だったということになるんでしょうか国際情勢が激動している昨今ですがこんなジンクスは当たらないでほしいと願うばかりです以上本日のトリビアでした